久保さん住めば都離れれば思い出にしましょうか住めば都離れれば思い出っていうね <laughs> これいいんじゃないですか離れれば思い出っていう離れるとねあのまたそこでなんですかねまあ僕も第二のストーリーがあるんですよ第二のストーリーって何かっていうと R と過ごしたストーリーと R と別れた後のストーリーがあるんですよ でもこれ R とずっといると、まあ、R と一緒にいたストーリーしかなないんですよね。だから卒入学式と卒業ですよね。で、入学したままだと入学してその学校でずっとやってるからその思い出はあるんだけど卒業後のストーリーはないんですよね。でも僕は R さんを卒業した後のそのストーリーもあるんですよ <laughs>。だからね、今ね、その手放してから思うのがやっぱその、まあ、ああの、 思い出として思い,思い今,今現実としてはないけど思い出として残っていてその思い出にふけることができたりとか思い出を楽しむことができたりするんですよねだからこれもね手放したから分かったことであ思い出を楽しむっていうこういう味もあるんだなっていうしかもリスクはないっていうね思い出にあんまりリスクはないですよね <laughs> 僕があの手放した理由っていうのは嬉しかったんですよ 価格がが沸騰ししてめちゃめちちゃゃあの鼻が高かったでしょ俺の車がすげえ値上がってるぜって高かったですけどでもね毎日あの結構朝起きると車あるかなみたいなねもうリスクと毎日リスクと戦うみたいな不安だったんで、まあ、結構それが大きいっちゃ大きかったですよねうんそうやっぱ盗まれたらもうゼロですからね、まあ、まあ盗まれたら盗まれたでその後の思い出っていうのはあるんですけど盗まれた後の思い出は作りたくないですね 盗まれた後の思い出はちょっと作りたくないですねなんかねほんとね今アルファードとかあのー、エルグランドとかなんすかねあのー、そ,そういう車とかもめちゃめちゃ盗難あ,あるし今すごい盗難ラッシュがやばいっすねその高く売れる車はすげえ盗難すごいですねうんでしかもね最新の車なのにそのこのちょっとなんかガガッてやってピッてやってもうすぐ動くみたいなね <laughs> セキュリティどうなんだみたいなそんなんですぐエンジンかかんのかみたいな <laughs> だからよくねあのあの YouTube でもそのニュースになった動画とか多分出たりとかするんですけどもうほんとねなんか数分でエンジンかかっちゃうんですよねうすごいなみたいなうんね今不景気ですからね That's it.